最悪や。これ1万円ポッキリで行ける激安ツアー言うから来たけど、え、これアマゾンの奥地まで連れてこられるし、参加者俺一人やし、これなんかガイドの人、これ現地の原住民の人言うて日本語通じるかわからへんし、え、なんかもう家帰ってオンラインゲームで生きるキッズとかボコボコにしたい、もう帰りたい普通に。最悪や。あ、え、原住民の方？リプラペ、リプラペ、スピラバラ。原住民の人だ。あ、日本語とか通じるんかな。日本人、こっちついてくる。あ、ガイドの方や。あんな日本語も通じるやん、よかった。こうは槍持ってるよ。え、この森って繋がる。え、あー、毒蜘蛛、毒蜘蛛、毒蜘蛛、猛毒持ってる。人間、めまい、吐き気、頭痛、腹痛、刺される、2時間、死ぬ。怖っ。え、この森でじゃその危険な生物がたくさんいるっていうのを食べた。え、なんで。あ、なるほどね。これ原住民の方ってこう日常的にそんな食べてるから、こう抗体がついてみたいな。苦しい、苦しい。苦しい。なんで食べたんじゃん。間違えた。間違えたって何。え、間違う普通。苦しい、めまい、吐き気、頭痛、腹痛、言ってた症状全部出てる。腰痛、肩こり、リウマチ、神経痛、疲労回復、バスクリーンの効能みたいなのも出てる。間違えた。笑えない、人生終わった。ウェーイ。ネットで日本語覚えたんかな。めっちゃ変な日本語使ってた。人間、間違い、生き物。でもそうですけどね。戦争、迫害、差別、いじめ、全部間違い。同じラインの間違いではないよ。遺跡、こっち。あ、ガイド線でいいです。そんな状態やのに。ここ、マジでなんもない。あんまそうないよ、何回とでも。え、いや、大丈夫ですか。ほら、薬とかないですかね、この辺。薬草、生えてる。薬草、この林の向こうに泉ある。あ、泉の横、毒に効く薬草生えてる。遺跡とかいいのもそこ行きましょう。こっち、はい、この林の向こう、向こう。イオンモール、ナテザ。最悪やん。え、イオンモールできててこんな喜ばれへんことある。ウェルシア、あった。あ、薬局あんねや。そこ行こうじゃん。お茶、安い。確かにウェルシア、お茶とか安いけど。薬、イコもない。なんでやねん、おい。薬局ちゃうかよ、ここ。あ、大丈夫ですか。え、あ、もう長くない。え、残された妻、はい、子供、この言葉残してほしい。絶対伝えます。ネプラペ、ケプラペ、ヒカラバイピー。おい、なんて言ってるかわからへん。みんなおはよう。動画最後まで見てくれてありがとう。巻き戻ししたらもう一回見れるよ。チャンネル登録、高評価するもよし、しないもよし。じゃ、また次の動画で。最後に一発ギャグします。大きな琵琶湖で寝る寝る寝るね。バイバイ。